こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です今日は日本に住んでいるならアマゾン輸出で儲けないともったいないですというお話です。え今ね、えー、海外の、ま、仕入れの視察旅行というか、ま、確認旅行というかね、えー、どこか、ま、日本並みにあるいは日本よりね、えー、転売商品が、えー、見つけやすい。 儲けやすい商品が、ねえー、たくさんあるところはないかというので、ねえー、探してもらっています、まあ、ところが、ね、やっぱり日本が最高だなと、ねまあ、まだ、まあ、ある国はあるんですけど、まあ、やっぱり日本が最高だなという結論に、ねえーまあ、ほぼなりかけているという状況です、まあ、日本製品は、ね、安くて高品質なので、まあ、海外に輸出すると儲かりますで 輸これね、面倒なことっていうのは、まあ、だって売ったらね、梱包したり発送したりとか、集金だとかね、クレーム聞いたり、いろいろ面倒くさいじゃんと。まあ、通常、物を売ったことない人は、あるいは売ったことある人は、まあそういうふうに感じるんですけど、まあ、アマゾンはね、えー、FBA という、まあ今言った、 まあ物を売ってね、梱包して発送するとかね、入金確認する、あるいはクレームがあったらね、クレームの対応する、そういうサービスを提供してくれてます。ですので、商品さえ見つければ、あとは送っときゃ全部 Amazon がやってくれると。儲かる商品の見つけ方、これは私が教えますま。利益が出る基準価格はね、仕入れの3倍で売れる商品。 ただ仕入れがね、すごい、まあ3倍と言っても100円で仕入れて300円で売っても儲かりませんので、仕入れが500円以下の時は仕入れ価格プラス1000円で売れる商品を見つけます。まあこれね、えー、見つかりさえすれば、えー、Amazon 輸出は簡単に儲かります。で、日本に住んでてね、私がサポートすればこの商品は簡単に見つかります。まあ Amazon と私におんぶに抱っこで稼ぎませんかというね、えー、お誘いです。今 Amazon のサポート会員を募集中ですここをクリックしてね、えー、募集内容を確認してください。でちなみに、まあ、今ね、海外見て回ってるわけなんですけど、やっぱり日本だとね、えー、もう、まんだらもある、ダイソーもある、ドン・キホーテもある、まあ、ハンズやロフトもあるし、スーパー、あるいはデパート、ね、どこでも仕入れられます。 まあ、あるいはね、こう外に行けない場合は、もう自宅にいながらね、ネットを使って、ヤフオクやメルカリン、あとね、ネットの卸しもあります。それからね、a z o n から仕入れて、Amazon、えー、で売るということもできます。まあ、本当に、えー、仕入れしやすいと。これもね、えー、ブラック企業、ね、あるいは、えー、サービス残業とかで、まあ、人件費が非常に安い。で高,質高品質のものをね、えー、どんどん作ってるというおかげですね。 で中国、まあ、中国もね、えー、値段安いんでいいかなと思って行ってきたんですけど、やっぱ品質はね、どうにもこうにも、えー、悪いものが多いと。まあ、ただ、品質悪くても問題のない商品ね。例えば、その性能がどうのこうのとかそういうのと関係ない商品を大量に販売すれば利益率は高いです。で、特に日本メーカーが品質管理をした商品は安くて良いと。となると、 中国行って中国商品買うよりね、日本メーカーが中国で作った商品を日本で買った方が仕入れやすいと、えー、儲けやすいと、やることが簡単ということになります。でタイとか韓国はね、大体中国に似たような感じですね。で今、まあ、ポルトガルにいるんですけど、まも、あ、しい商品はあります。ねでまあ、そんなにもねアメリカでも日本でも。えー で待ってないんでまあ、売れる、儲かる可能性はあるんですけど、ただここで仕入れてね、でここで検品と Amazon に納品できる状態にするサービスを見つけられたらいいんですけど、それなしで単純に買ってね、日本に送ってもらって自分で検品してとかってやるんだったら、まあ、正直、どうだろう、日本でやっぱり。 買った方がいいかなと、まあ、ポルトガル製品があるかないかじゃなくて日本で買える商品でも受けた方が簡単かなという感じですね。アメリカアメリカはね、これ商品がすごい、まあ、日本以上に多い、まあ、あるいは日本ぐらい多いんでアメリカに住まずにね、えー、ネットで知り商品を見つけるっていうのは、えー、逆に商品が多すぎ,多すぎてね、えー、探しにくくなってます。 あと、商品の扱いが雑なんでね、えー。まあ、例えば日本なんかだとも新品で売れないし、アメリカで売るんでもね、日本のものをアメリカに持ってった方がやっぱり、えー、安心だなと。で、フランス、ね。フランスはもうハイブランドは強いんですけど、まあ、それ以外はね、どうだろう。どうだろうっていうかね、フランスの、まあ、デパートなんかに行くと、驚いたことにね、えー、いつの間にやら中国商品がかなり多くなってたと。ねえー フランスの場合ね、メイドインチャイナってなんか表示しなくていいみたいて書いてないんですけど、ただね、シナモン的にこれはまあ中国製だなというのが非常に多いです。まあ、だからね、ハイブランド強くてもアマゾンの場合は、えー、ブランド規制で、えー、ハイブランドが売れないというのが多いですし、まあ、仮に売れるハイブランドを見つけてもですね、やっぱりあの高く売れないと、ね。高くは売れないですね。まあ世界中で売ってますからね、まあビトンとかエルメスとかそういう感じのやつはね。 ちょっとフランスは仕入れ場所としては相当厳しいなという感じです。で、私が住んでたオーストラリアね、これは仕入れ場所としてはもう最悪です。商品は少なくて価格は高いと。仕入れて儲かる商品がほとんど見当たりません。ところが、今年10月にね、アマゾンがオーストラリアで物販を開始する予定なんですけど、まあ、仕入れ場所として最悪ってことはね、 商品が少なくて価格は高いものをまあしょうがないから買ってるそれが当たり前だと思ってる買ってる,わ買ってるわけですからそこにね日本商品持ってったらこれはもう販売場所として考えると最高ですですんでねオーストラリアのアマゾン物販開始非常に楽しみに待っていますまあそれもあってね オーストラリアで売れば、えー、儲かる商品とか、もっとね、探そうと思って、えー、仕入れ場所を探して旅行してるっていうのもあるんですけど、ただ、今んところね、いろんな国行きましたけど、やっぱり日本が最高だと。ね。まあ、日本製品って言ったらね、やっぱ世界中ですごい人気ですから、えー、まあ、それをね、身近にあるものをこう、ただ輸出すればいいんで、まあ、わざわざ海外でね、仕入れたりとか、海外に頼んだりっていうのはどうだろうと。ね。えー、やっぱり、 できるだけやることはシンプルで簡単な方がいいんでね。まあそうなるとやっぱりね、えー、日本に住んでるなら、えー、身の回りで買えるもの、ね、あるいは簡単に買えるものを、えー、の中から、その中からね、えー、儲かる商品を見つけるのはやっぱり一番だなというふうに思います。まあ、こんだけ恵まれたね、えー、条件の国っていうのはそうそうないです。ですんでね、えー、日本に住んでいるなら、 えー、アマゾン輸出をしないと、えー、損をしてるんじゃないかと、みすみす儲けられるお金をね、えー、儲け損なってるんではないかと、えー、そこまで思いますんで、えー、この機会にアマゾン輸出を始めて、えー、日本に住んでるメリットをね、生かしてはどうでしょうか。 まあ副業でもね、主婦の方でもできますし、まあ、パソコン苦手でもね、えー、全然問題ないです。あのパソコンで難しいことはしないですしね、えー、簡単なことでもわからなければサポートして教え,教えてますんで、まあ、この機会に Amazon 室を始めることをお勧めします。まあ、まずはこちらをクリックしてですね、この Amazon 室の私のサポート内容、あるいはね、えー、募集料金とかね、えー、まあか事前に やった方がどれぐらい稼いでるか実績とかチェックしてみてくださいご応募お待ちしてます以上天馬アカデミー堀秀夫でした